何その任天堂任天堂みたいな感じだったよね。全然任天堂見て2001年、すごい絵古くない？2001年よりもさらに古い動物の森か。これ初代動物の森だね。1998年ぐらい。うわトタケケ二頭身衝撃の、ね、喋ってくんないの？喋ってくれた。いやついに一人で暮らす決心をしたんだよ。そうなんだよ、ついに上京するんだよ。私いいもんだよ、ああしろこうしろと指図する人もいないし。ああでもそれが寂しかったりするんだよね。やりたい時にやりたいようにやったらいいんだもんな。一人で自由気ままに暮らすのは素晴らしい。お私今初めて気づいちゃったんだけど、動物の森ってなんとかだもなみたいな語尾ないのトタケケぐらいじゃない？だけど一人で暮らすとなると寂しい時もある。確かにね、そういう時あると思う。そんな時すぐそばに仲のいい友達がいてくれると全然違うんだけどね。あれこれなんかマルチプレイとかできたっけ？やっぱり友達って大切だよね。これちなみにね64だね。64が初代動物の森なんだよね。一人で長々と喋ってごめんよ、いいよ気にすんな、私の方が喋ってるし。もうそろそろ出勤したいのって。あ出発します。こっから始まるんだよな、冒険。あそうそう、何この世界で一人で暮らすより大勢で暮らした方がきっと楽しい。あ住民のことか。たくさんの友達が君の村に遊びに来てくれるといいね。おいこれ初代動物の森のキャラとかいるよね多分。いや今日本語下手くそだったな。おかぶってる人いる。あれ見知らぬ猫だよね。ちょっと静かにするわ。何そのテクテク。すいませんちょっといい？あの今って1902年の1月1日の午前9時11分どこも合ってないけど、まあ大体合ってるよそれで。ありがとう、ちょこっとは訳ありでね今の訳ありはどこに対しての訳ありだった？ねえねえここ座ってもいい？ダメ座るんかい。固いこと言わないの、座っちゃうよ。ところでさ君なんて名前？おうわ何これ、これどうやって入力すんの、何これ。なんかあの電話みたいじゃない、昔の黒い電話、あのなんかぐるぐる回すやつ、何言ってか分かるかな。これ何、記号カタカナ英語数字記号って何これ、これどうやって入力すんの。にお SP って何、えこんなの入れれるんだ。えなんてしょ、普通に週でいいかな。いやみんなできたマスター K。 なんか2020年未来から来た感すごくない？マスター K でいくわ。ふんマスター K さん面白い名前これ今マスター K だからいいけど、これ週にしたら面白い名前って結構バカにしてるからね。マスター K だから許される、天神だからできたことみたいな、マスター K だから許されたことみたいとかあるよ正直見知らん猫。そこら辺考えてマスター K って名前気に入ってるのやめろ今かっこ、まあ、かっこ、あこれで性別やるんだ、かっこいい名前。これこれにすると女の子になるんだね。かっこいい名前だろうにするか。ごめんごめん変じゃないよ、男の子にはぴったりの名前だよ。かっこいいかっこいいお前バカにしてんだろ。まあそうともさ、これ確かねこれで性別とかあれが決まるんだよね、骨格とか。あ村の名前ね、何にしよう、何々村、今だと島だよね。これでいくわ、エース木村。今バレーボールを思い出したね、エース木村にします。いや悪くないね、エース木村に行くんだ。そうだよそうです。これ確か他にもな聞かれるんじゃなかった、知ってるよエース木村っていいところで。いやそうめちゃめちゃ有名な選手。それではエース木村に何しに行くの。お引っ越し関係ないじゃん、これなんか変わんだっけ。まあ、とりあえずちょっとツンデレとか関係ないじゃん、教えて。おおすげえ、見知らぬ猫こんな眉間にシワ寄せることあるんだ、猫だけに。いいじゃんケチ、どうせおしっこ費でしょ、顔に書いてあるもんね。これ株とかってあるのかな初代で。どんなお家に引っ越しするの、まだ決まってないの。嘘決まってないの、それじゃあまず住むところを見つけなきゃ。そんな驚く、おそうだエース木村で お店をやってるから知り合いがいるから聞いてみてあげる。おー、知り合いってタヌキチかな、電話してくるからちょっと待っててね。この時代の電話って何なんだろう、やっぱあの黒いやつなのかな2001年って。あの私イメージする2001年って携帯であんのかな。ちなみにコナン君も昔はねガラケーだったんだけど今スマホになってる。あガラケーなんだ、この時代ガラケーあるんだね。どう儲かってる？うんそりゃ大変だね。ところでさ話ってのはここにエース木村に住みたいって人がいるんだけど、まだ住む家が見つかってなくて困ってるみたい。そうなんだよ、私なんだっけ名前、あマスター K だ。その子名前マスター K さん。うんうん、おマスター K の K って木村の K かもね。ねなんとかならない？
なんかすごい深いね。あ、本当？うん、分かった。なるほど。じゃあね、また伝えとくね。バイバイ。オッケー。携帯あるんだね、この時代。あのすげえかぶってるばあさん気になるけど、この時代かばんの。いや、ちょっと可愛いね。お待たせ。なんかね、ちょうど新しいお家があるんだって。建てたのはいいんだけど買い手が見つからないらしいんだ。早く売っちゃいたいから値段は負けた。これ買うの？お金は持ってるよ。まあ少しだけならあるよ多分。そうか、ちょっと心細いかも。でも大丈夫だよ、なんとかなるって。うわ、こっから時のバイト生活が始まるんだ。そろそろエース木村に到着するみたいだよ。案ずるより産むがしやすし。何言ってたこいつ。今2020年だよね。19年でこんだけグラフィックとか変わるってすごくない？うわ、私ブスだな。エース木村、エース木村です。エース木村ようこそ。ウギー。お、このお猿さんとかも今いないよね。あ、動ける動ける。私いいね、ちょうど偶然9時っていう朝方でよかったわ。タヌキチ、ちょっとちょっとそこの人。わ、私マスター K のこと言ってんの？お、タヌキチ裸じゃん。ほぼあなたが引っ越してきたマスターケンさんだ、ダモ？あれ？ダナモじゃない。ダモナだっけ？ダナモかダモナじゃない。さっき電話で聞いたもん。小さいけどすぐに住めるお家があるんだもん。今から案内するからついてくるんだもん。オッケー。タヌキチ、これ服着てる？タヌキチ 100% になってんじゃん。うわ。これこれ、ここにあるお家がおすすめダモ。この中から好きな、好きなの選んでいいんだ。お家の中に入ってみてもかな。これあれあんのかな、増築とか。私何その目。その何も考えてないような。すげえ、私これ何やられてもなんか後ろから顔面殴られても気をつけろよとか言ってそうだもんね。鍵はついてないんだもん。ドアの前で A を押すと宇宙の中に入れる。うわ、すげえ、4つある。じゃあ一番近いここにしよう。ちっちゃくない？中もよく見て、狭いけど。だもな、入ります。これあれあんのかな、増築システム初代だと。うーわ、ゴキブリとかもいないのかな。まあここでいいかな。どうどう、気に入った？ここに決めちゃう。うん、まあ気に入ったよ、ここで。本当に？うん、こう、いや、なんか私もうちょいかっこよくしたかったね、顔。今からそのお家はマスター K さんのだもな。お部屋に入ったらしかさ、引っ越し祝いのサービスだもん。売れ残りだけど。うーわ、いきなり来た。借金一時約1000万、19800円ベルか。お、私持ってんじゃん、センベル。うわ、これなんか今と変わんないね、このお金の使用。はいはい、確かに。で、全然足りない。たったの1000ベルしか持ってないの？足りなすぎて笑っちゃうよ。すごい笑うね。なんかいいね、こう笑ってくれるって。なんかすごい睨んでるより笑ってくれた方がいいよね。お金は払えない人にお家は売れないんだもん。とはいうもの、住むところは必要だもん。なんかタヌキチセクシーバッシュしてたね。よし、お、ちょっとだけ休憩時間あげるからみんなにご挨拶してくるといいんだもん。だって、それじゃあ行って。お、来た、ここで住人初お披露目だね。うわ、誰いいんだろう。初代にしかいないキャラだもんね。とりあえずね、ここでマップ、こう、これそうね、いちいちこんなんていうの、画面がグイってなる。うわ、ここここ、これすげえいるじゃん。あ、キャラメルだって。キャラメルレアキャラなんじゃない。みんな右側だね、右ゾーンにいるわ。じゃあとりあえず右から攻めていこう。うおすごい、見て、やっぱキャラどっちも個性的だね。君なんて名前なんだい？タンタンちゃんね。あら、知らない人じゃん。あたいとは初めましてだね。あんた見た感じ悪い人じゃなそうだし、お友達になってあげる。うわ、上から。うわ、お、お名前はなんていうの？マスターケイちゃんか、よろしくね。うわ、これレアでしょ。これビアンカってキャラじゃない？ツンドラ、ツンドラってこれクビになってる、もしかして。見たことない気がする。マスター K、 友達になってあげてもいいよ。私はツンドラ、よろしくな。なんかみんな上からだな。なんでみんな友達になってあげるなど。なんか本当に友達になるとき、友達になってって言わなくない？なんか知らない間に友達になってるみたいな、そんな感じだよね。ここら辺になんかみんな密集してたよね。あ、いた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 。うーわ、カバキチ。うわ、キャラメル、これ今もいるよね。これ絶対人気キャラだ。私の記憶にはない方ですが、ワン、お名前は？はい、マスター K さんですね。私はキャラメルです。まだエース木村に慣れていない。慣れてない、その名前に慣れてない。気軽に声をかけて。うわ、
やっぱキャラメルいいね。みんななんか友達になってあげるとかでも。お前ちょ顔見せてくれ。顔カバキチ岩尾てめえガタガタうるせえんだよ。怖え岩尾怖え。バーロー天下なあれおめえ誰怖え岩尾。のんちゃんでしたっけ岩尾。マスターケってのか。え俺は岩尾だ。おうおう、はじめまして天下な。ちなんだよおめえ調子狂っちまってんだよ。わかったよ。はいはい、よろしく頼むぜ。怖え問題児だ。エースキムラの問題児だ。さすがに岩尾でもこうやって。なんだこれ。エース木村のお社何かご用。え何これ。緑の少ない場所があるとそれだけ暗い気分になっちゃいます。1丁目2番の様子を見てく。えなんだこれ。村の状態マックスにして。お梨だ。私の初めて果物見た。おすげえ。私来るとみんな出てくる。君名前なんて言うんだい。トミー。おーなんかやってる。どこ行くんだ。すげえ走ってる。いいね。音松。なんかだいぶ首になってるキャラいるね。なんかキャラメルぐらいじゃない。今無事に生存してんの。これで全員かな。多分全員話した気がすんな。今ねバイトしてるんだよね、たぬきちから。で釣りしたいなと思って。おってことは終わったって。たまったお仕事全部終わっちゃった。だってやってもらう仕事がなくなっちゃった。アルバイトはおしまいだな。もえお家の代金それは もちろんちゃんと払ってもらうだもん。今までのアルバイトの合計1400ベルを差し引いて残りはあと17400エールだもん。いやこれダナモじゃないからすごい違和感あるね。村の人のお手伝いをしたりいらないものを売ったり。うわ来た。こっからしかも動物の森始まるね。お家の代金は郵便局から振り込んでほしいだもん。オッケー。1週間に1000ベルぐらい振り込めば十分。これ増築あんのかな。全部働い終わったらお家の改築。そう改築あるんだ。今のうちは小さいしもっと広い部屋に住みたい。それじゃあアルバイトご苦労様でした。お買い物は うちのお店よろしくだもん。オッケー。これ何この大人って書いてんの。大人の商品みたい。やめろ動物の森。あと私何このハートマーク。みたいなハートマークあったね。アルバイト終わった。これで10来た。ちょ大人の商品買ってくるわ。紙袋だったよね。お何これ福袋。面白い福袋なんてあるんだ。私ねさっき梨ゲットしたんだよね。売りたいものがあるの。これ梨売れば結構いい値段なんじゃない。え福袋買う。福袋。うわ梨まとめられないんだ。しかも1個ずつしか売れないんだ。あ売る全部売る。いくら。まあこれで300ならあと17個梨取ってくればあれだもんね。おなんか岩尾悩んでる岩尾目線になるぐらいな。岩尾どうした。岩尾どうした。これ見せびらかすできないんだもんね。岩尾ちょいや怖え。でも潰すぞって言われそう。どうした岩尾。あ寝てたんだ。なんだおめえは。え寝てたってか俺。ああそうそいつはどうもうわすごい怖いな。キャラメル人気キャラだよね。キャラメルなんかすごい可愛く思えてきたわ今私ね。うわこういうのうわめちゃめちゃ集めづらくないこれ梨。ちょっと私どこ。あちゃんと集めてるね。うわこれなんか不備だね。オッケー。とりあえず私あの福袋買うために今一生懸命梨取ってんだよ。お目充血してる目充血してる。大丈夫君。充血キャラってあんまいなくない。何その目。今午前9時45分50秒すげえ進化してんじゃん。昔のゲームだけど秒まで出るの。ところでうわめっちゃ目充血してる。マスター系お前なんかよ。えなんか全体的に当たり強くない。ほぼ初対面ってお前ってなんかお前なんか用でもあるの。ですじゃ。なんかやらせてじゃあ。うわお前タイミング悪いぞ。さっき無理して時間作って自分で済ませたところだよ。また今度で。なんか住人怖い。ここの住人私当たり強い。なんかさっきお何あれ皮葉っぱに浮いてる。わ釣りしたいね。多分私の読みだとあの福袋に。おこれも売れんじゃんかったっけ。これも拾ってこうか。袋に釣り竿とか虫網入ってると思うんだよね。なんでお今日あれじゃん。ガンとなんか落ちてる。
なんこれ。おえ、なんこれ、雪だるまかなと思ったけど、え、すげえ。あれは何に使うんだろう。なんかすごいね、初代だけど、なんか初代イコールもう全てが進化してるみたいな感じじゃなくて、こっちにはこっちの良さみたいなのあるね。これ何、今雪だから雪だるま作れんのかなと思ったけど、あ、やべ、積んだ積んだ。いや、積みポイント入れないでよ。うお、食い気味入った瞬間食い、びっくりしたわ。そんなに来る、ちょ、売ってくるわ。よし、みんなそこら辺のね、梨と貝売ってたね。うわ、貝安いわ。高い貝もあったんだけど、安い貝もある。よし、どれにしよう。とりあえず見てこうか、値段左から。大人っていうの福袋1902円。あれ、さっきも1902円じゃなかった、このここに開いてある右側のやつ。これ全部1902円なのかな。うわ、どうなんだろう。でも中身一緒のわけないと思うんだよね、私。絶対レアな。中、うわ、全部1902円だ。これ下の4つ全部1902円だった。上の高いんじゃない、これ。上。これは？あ、1902円だ。やばい、みんな買っちゃった、エイレン出してたら。うわ、楽しみだな。外で開けよう、外で開けよう。うわ、ありがとう。うわ、何入ってんだろう。最低ライン釣り竿欲しい。私、釣りたい。いきます、開けます。え、お前これ詐欺じゃない、何ギャンブラーな服って。着るよ、かっこいいえ、釣り竿欲しいんだけど私。え、もう一回集めてくる。中身一緒ってことはないと思うんだよね。うわ、出た、食い気味おじさん。これ次の日にしないとダメ。いや、ま、私もう一回集めてくるわ。キャラメルかわいい。なんか私唯一優しくしてくれる。お、おはようございます、ワン。そういえば用があって来たのでないですか、ワン。ちょっと暇つぶし。フルーツを地面に植えたらそのフルーツがなる木が育つのは知ってますかね、ワン。フルーツを売るためには穴を使うのにスコップを手に入れないといけません、ワン。スコップはたぬきさんのお店で売っていますから、お金を貯めて買って。優しい。もうすごい優しい。もう大好きになって、もうキャラメル。あとみんな怖え、充血させてるし、喧嘩腰だし。みんな見て、これ。化石。すごい。掘りたいね。これ化石鑑定のあのフータだっけ、あいついんのかな。え、交番なんてある。おまわりさん、おはようございます。朝焼けからご苦労様であります。これ私のセリフじゃないのかな。さて、本館に何か、すごい。あ、落とし物なんかもらおう。落とし物ある。現在保管中。おー、3個もある。え、これ入っていいのかって。お、入れる。落とし穴じゃねえ。うーわ、癖強っあの、ここにあるものは持ち主が分かる。いや、私引き取るよ。あ、これ釣り竿あんじゃない。いや、どけどけ。え、これ釣り竿だわ、多分。釣り竿っていうかアイテムだわ。あー、オレンジソーダな服か。服はいらないんだよな。この顔なんだ、このが俺字汚くて読めないな。古代文明な服や、服もいらないんだよな。見て、みんなお金貯めてきたんだけど、なんかさっき私ここ買わなかった、なのにこっち売り切れ。なんか怪しいね。うわー、これこの中に入ってない。いや、釣り竿欲しいな。いや、もう一番手前のこれ買うわ。ソールドアウトの左側、1902円でしょどうせ。いや、頼む、マジ欲しい。これ次の日にしないとないのかな。私だいぶお金貯めたからね。ちょ、開けます。さあ、行きます。頼む、マジ頼む。家具以外、家具以外。うわー、壁紙フェスティバルだもん。8畳。うわ、いや、まだあるな。この3つ売ればワンチャン、ワンチャン1902円。出た出た、食い気味おじさん。ワンチャン1902円。壁紙結構高い傾向にあるんだよね。これで、これね、一気に売れないのがすごい嫌だ。これ自動的にこうなっちゃう。わ、200ベルか。ワンチャン足りんじゃない？これ全部売れば。うわ、525ベルだって。やば！行こう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 。どうする？これかな？いやいや、これもしかしたら壁紙敷くとかしか、次の日にしないとダメなのかな？いやー、頼む、たぬきち、たぬきちかっこいい、たぬきち。
私も79円しかないもん。これもうこうすぐ開ける、すぐ開ける、すぐ開ける。頼む、マジ頼む。白い円の服、何白い円の服って。うわーすごい、なんか突っ込んでなかったけど、今度角、何私から出てる角、これ何なの、これは。お、レインボーのニットだって、これかっこいいんじゃない。どれ、あー悪くないね、悪くないけど、さっきの赤黒のやつ結構好きだね。ジャーギーな服、あーこれもいいね。なんかナポレオンフィッシュ感すごくない、悪くないけど。やっぱ私これかな、ギャンブラー、これでいくわ。とりあえず一回セーブしようかな。なんかね、ハニワに話せばセーブできるらしい。おかえりマスター K 様、記録したい。オートセーブじゃないらしいんだよね。おお。おお、おい、いや、おこえ。ここまで出てくんのかよ。今日は終わり、はい、終わりにします。させてください。記録書終わらせてください。そんじゃ村の記憶を。ああ、よかった。これあんまり怒らせるとね、ダメだね。できました？おまつ、ではまた来てくれよ。また、来させていただきます。あぶねえ。ニンテンドー。これいいね、このニンテンドー。おお。え、そうやってどうやってダッシュすんの？私、ダッシュの仕方わかんないんだけど。待って、これ次の日にしたいな。お、ツンドラちゃんじゃん。遊びに来たのなのだわ。今、エース、木村には、あれ？あれ、さっき1901年じゃなかったっけ？あれ1902年だっけさっき。まあいいよ、それでは始ましょうか。待って、その前にこれね、時間いじっちゃうとね、起動しなくなる設定があるんだよね。他のこと、村を作るに時計を合わせる、これ大丈夫かな。お、2001年からだ。あれ2001年、あ、見て、2001年から2030年まで。2001年、え、まっちゃん、私の1900円ってこれすごくない？設定できない部分でなってんだけど。じゃあ1月2日にしようか。オッケー。お、できた、いけた。次の日にできたね。一応100年ぐらい時進めてきたね。さっき1901年だったけど、2001年にしてきました。売っててほしいな。おい、なんだこれ、枯れてんのかな、花かな。オッケー、頼む。食い気味のタヌキチ、売ってて。お、あ、ねえか。これもし売ってる場所違うと変わるかな。エース木村の代表としてハッピールームアカデミーの審査を受けてほしいんだも。やだよ私。まずあれが売ってないもんな、あの道具。見てこれ、この服、 I love 64 もうやばいだろ、なんかの宗教みたくなってんだろ。 I love 64、 いやーすごいな。売ってねえ釣り竿。よし、じゃあね、釣り竿買えないんで今日これでやろうかなと思います。もし気が向けば次回あるかな。いやでも面白かったね、なんか普通に面白かった。あ、待って、これあれ見ようか。ちょ、ごめん、コントローラーぶつけちゃった。これどれぐらい魚いるとか見れる。おお、1234123456783232だ。32、今どれぐらいいたっけ、わかんないけど、まあ、こっちの方が圧倒的に少ないよね。だからこう、おお、いや、キャラメル、キャラメル可愛いな。ちょ、岩、お前の家見せてくれ、岩を。ただいま外出中、すいませんでした、終わります、バイバイ。